久永武彦沼子供はおびえたように少し離れたところから沼の方を見ていた沼はすぐそこだった夏休みの終わりに近い頃で背の高い 頂に白い花弁をつけた鉄道草が身の丈よりも高く生い茂っていた草の間から織りよくぎだりと夏の光線を反射した沼の水が子供の目に魔法のように映った「あの光ったところが沼なのに違いない」。 すぐ先の方で小学生たちが四五人手を振りながら口々に騒いでいたそこは夏の間中子どもたちがセミを取ったり蝶を追いかけたりして遊ぶ場所だったすぐそばに「ゴミを捨てるな」と書かれたて札がありその先に「危険ここで遊んではいけない」 下手な字で警告した立て札が鉄道層の間から顔を出していたしかし子供はここへ来たのは初めてだったしまだ小さくて書かれた字が読めなかった子供は少しずつ沼の方へ近づいたそこはお母ちゃんに 行ってはいけないと止められていた場所だ雨がしょっちゅう降っていたころたくさんのカエルの声がひと塊になって庭の向こうの方から聞こえてきた」「カエルはいつでもおどけたようにおいでおいでと鳴いた」「ほら沼でカエルが鳴いてる。 お母ちゃんが言った。「どこにあるのその沼」そう聞いてみたらお母ちゃんは目を三角にして「ダメ僕なんかの行くとこじゃないのよ一人で行っちゃダメ」と言った「あんなにカエルが待っているのに」子供はまだ少し怯えていた。 小学生たちのキーキー言う叫び甲高い笑い声が少しずつ子どもの気持ちを落ち着かせた。だっていつの間にか来てしまったんだもの。子どもは自分よりも大きな男の子たちに見つからないように用心してきっといじわるだろうから前へ進んだ。 大きな木の幹をてに取り、おずおずと首を出して覗いてみた。そこが沼だった。どんよりした生ぬるそうな水がすぐ足元から広がって。しかし、目を移すと、ほんのちょっと先には、もう苔の生えた木の茂った向こう岸がある。 何だいこんなに小さいのそれにカエルもいなかったギラギラした太陽が水の上に浮かんでいるばかりドブン水音がした小学生たちの一人がふいに小石を投げ込んだのだ思わず木の幹にしがみつき波紋が太陽と 青いもぐさと汚らしいごみとをゆらゆらさせじきに向こう岸にぶつかって幾重にも混じり合うのを見ていたびっくりしたみんみんゼミが上の枝からおしっこをして飛び立ったおしっこをしたのは僕じゃないよ子どもはそこで初めて気がついた。 向こう岸だと思ったのは小さな島で沼はそのよどんだ水を巡らしてぐるっと島を囲んでいるのだその島は子供なら56人は立ったり座ったりできるくらいの大きさがありその中央に太い幹が左右に枝を広げてそのうちの長く伸びた一本の枝はこっちの岸まで水の上を渡っていた。 その枝を見上げながら小学生たちがくちぐちに叫んでいた「僕ならできるよ」「できないよできっこないよ」「できるともさ」「何のことを言ってるのだろう」「子供は注意深い目で木の影から様子を見ていた」「一人の子が勢いよく飛び上がり」 向こうの島から手を伸ばしていいる枝に飛びついた。しかしほんのわずかのところで届かず勢い余って転がり落ちた他の子たちが声を合わせて笑い転んだ子はすんでで沼へ落ち込むところだった「どうして子供たちはあそこで遊ぶんでしょうね」とお母ちゃんが言った。 よその子供と遊ばせないようにしろよ」とお父ちゃんが言った沼の水は濁っていて見るからに深そうでお魚やカエルなんか住んでいそうになかった小学生たちはまた騒ぎだし一人が馬になるとさっき転んだ子を背中に乗せたその子ははだしになってつま先立ち ひょいと枝をつかんだ枝はややしない馬は飛び起き子供たちは一斉に拍手したぶら下がった子は赤い顔をして仰向いたまま指先に力を入れた「だめだぞそんなことをして落っこちたらどうするんだ」。急に草むらの中から声がした。 小学生たちは雲の子を散らすように逃げ出し枝につかまっていた子は一番後からやっとの思いで地面に飛び降りると下駄を突っかけて仲間の後から走っていった草むらの中では明るい笑い声がした白いワイシャツを着た大人がむっくりと沖縄を 「僕は違うんだよあの子たちと一緒じゃないんだよ」。しっかりと木の幹にしがみつき子どもは一生懸命にそう弁解した大人は笑っていたので安心して少し前へ出た坊やは一人きりかい「うん僕一人で来たんだ」。 大人はそれきり何も聞かず物嘘ううにタバコに火をつけた子どもは手のひらで額の汗を拭いたそばに寄っていきしゃがんで沼の方を見たその大人はちっとも怖いところがなく黙ってタバコを飲んでいたセミが 向こうの島の中の大きな木の幹にとまって暑苦しく泣き始めた「大きいんだね島があるくらいだものとても大きな沼だね」大人は笑ったそれは沼とも言えないくらいの小さな沼だったそして島とも言えないくらいの しかし、水の中にある陸地を島というのなら、木が一本生えただけのその島も、やはり島には違いなかった。坊やは海に行ったことはないのかい僕知らない。子供はどこへも行ったことがなかった。父親は父親だけで休日を過ごし、母親は いつも家にいた。さっきの子、枝に捕まったんだね。どうして枝に捕まったの島に渡ろうと思ったのさ。どうしてあ、そうか。手を代わりばんこに動かしながら行くんだね。子供は枝を見、枝の高さを目測した。 その枝は高くて緑色の葉がぎっしりと茂っていた枝から幹の方に目をうつしたセミはもうどこかほかの木へ飛び立ち島との間の水は濁ったまま空の青さをうつしてはいなかった島に行けたらきっと面白いねあそこにはきっと 誰もまだ行ったことがないんだね。大人は振り向いて子どもの顔を見た。ぼうや、行ってみたいかい？うん。おじちゃんならいける？それから子どもはもう一度枝をあおいでみた。もし僕あの枝に捕まれたら、一人で行ってみせる。 大人は立ち上がり、タバコをポンと水の中に捨てた。じゃあ、おじちゃんが向こう岸に渡してやろう。